え、今日は施術中に考えること14選ね。今日の動画は長くなるんですけど、最後までしっかり聞いてください。これもかなり重要なんで、でこれが分かると課題が見えてくるし、今後どう何を勉強していけばいいのかっていうのも分かってくるはずなんで、長い動画になると思うけど最後まで見てほしいなと思いますね。皆さんはもう施術されてるけども、よくよく考えてみるとこれ全部考えてない、わかるよね。施術中に考えていること14選、意識してないよね、施術してるときは。けどなんとなく体がこう勝手に動いちゃってるんだと思うけども、現役なんで、うん、でもそれを細かく分けて考えていくと実は14個あったっていうね。まず1つ目、これ超大切だよね。お客様のお体の状態です、うん、これ必ず聞くよね。聞きますね。ね、あの例えばお客様が手術しましたと、うん、股関節手術してるので、うん、あの触らないでください、ストレッチかけないでくださいとか、うん、あるやんか。ある。昨日ここあの捻挫したんでここを触らないでねとか、うん、そういうことです。なのでお客様の状態っていうのを必ず確認するっていうことすごく重要ね、うん、やってるよね。やってます。はい、次、はい、2番目、手相でございます。手相、手相とはお客様がしんどいな、辛いなって思ってるところです、うん、一番ね、一番思ってるところ、そこはどこですかっていうのをまず確認してください。これ分かってる分かってないで施術の進め方って随分変わってくるんで、うん、これちゃんとやってください。はい、ね、でなるべく、そうやな、ただでもお客様っていうのは分からない人もいます。もう全身凝りすぎてて、いやそんな言われても分かれへんねんっていう人もいますから、そこはもう察してあげて、あ、全身ですね、わかりました、全身バチッとやっていますよっつって、でまあ触りながら判断していくっていうのも一つだね。3つ目、関連筋肉。関連筋肉、これはねちょっと学習も必要ですよね。学習していかないとね、うん、例えば私たちは首肩こりさんには腕の施術必ずします。脇回りとかね、それなぜかっていうとやっぱり首肩のほぐれ方が随分良くなる、腕脇回りやるとね、うん、そしてほぐれた期間が長持ちするっていう効果があります、ね、で大半の人はその最近はデスクワークとか、まあ、あのママさん方もそうですよね、あの台所だって家事やってる、やっぱもうすごい凝るんですよ、ね、ただ自覚症状はないけども、自覚症状は首肩に出るんだけども、ここ触るとバッキバキっていう人たくさんいらっしゃいますよね。そういう風に関連筋肉を覚えていくっていうこと。あと言うと腰痛、腰やね、腰しんどいよっていう人はいろんなタイプに分かれるんだけども、あの背中ね、脊柱起立筋が、凝ってるタイプなのか、それともそこから下お尻とかハムとかほぐした方が楽になるタイプなのかっていうのもありますよね。ということでこの関連筋肉も覚えていった方がいいですねっていうことですね。大丈夫？はい、OK。 付け加えたいことだったら言ってな、はい、あの間違ったこと言ったって全然後でパーソン切ったらいいんだから全然問題ない。大丈夫？大丈夫です。 OK、うん、じゃあ次いくよ。はい、痛み耐性ね。痛み耐性、お客様の痛みの耐性です。痛がりさんとか全然痛がれへん人って人によって全然違うやんか、うん、ね。なのでこれもしっかり確認しなければいけない。ガチガチ専門ではね、一番新規さんのお客様には一番初めに、チェックする項目があるんで、それを見てなんとなく分かるんですけども、やっぱ新規さんのお客様に対してはまず必ず確認必要やね、うん、こうグーッとしてどうですか、ちょうどいいですかって、ね、自分自身 の基準があるじゃないですか、セラピストの。こんだけの硬さやったらこの圧で効く、ちょうど効いてるやろなっていう基準があるはずなんですけど、それよりも強く押さなければいけないタイプなのか、その逆なのかっていうところですよね。それしっかり確認してあげてねっていうことですね。5番、揉み返し体勢です。これも人によっては全然違う。まあ大体の人はその持続圧、我々は揉み返しがほとんど来ないって言われている持続圧でガチガチコリをほぐしていくんだけども、やっぱり中には揉み返しがすごく来やすい人中にいらっしゃいますよね、うん、そういう人に対してはもっと面を当たりを広くするとか考えていかないとダメですよね。じゃあこれも確認していきましょう。次、6番目、
圧加減、まあ、これ痛み耐性にもちょっと関係してくるんだけども、圧加減っていうのは要は力加減ですよ。ぐーっとお客様の痛み耐性も計算しながら圧加減も入れるんだけども、もう一個重要なのがあって、親指の下の筋肉の構造はどうなってんの？すぐ下に骨があるの？ないの？では圧加減が全然変わってきますよね。例えばお尻やったらさ、肉厚があって大きい筋肉があって深さがすごいからぐーっと押さないと効かないじゃないですか。けど逆にそうだな、極下筋なんかはさ、トンっていくだけで効いたりするよ。なんかその圧加減、その筋肉の構造も考えなければいけないし、指の下に肋骨が近かったらグッと押せないよね。それもちょっと後で出てくる、うん、そうやね、体の構造っていうのを分からなければいけない。そういう意味での圧加減っていうことですよね。で指の下、今押してる指の下は筋肉と骨と、まだ内臓、どんな感じ、イメージしながらグーッと押すんですよっていうことですね。次、支えですね。施術ベッドがほとんど支えになってくれてるので、あんまり気にする必要はないといえばないんだけども、ただ腕とか首とか、このね、頭周りとか、あと足とか施術するときっていうのは支えも考えなのかね。ベッドが支えにならないのであれば、自分で手で支えながら圧をグッと入れる、だから効率よく効くんですよね。支えがないのにグーッと押したら体逃げていきますよ、ゴロ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 って。なので支えっていうのも考えて施術しますよね。腕なんかも4指でバスンって自分で支え作ってグーッて効かしにいく、だから効くんですよね。 OK でしょ。 OK、 よし、いくよ。半分も終わっちゃった。全然喋れへんけど大丈夫？俺全部説明できてる？できてる。大丈夫、できてる、うん、ありがとう。じゃあ次いくよ。続けます。じゃあ8番目いこう。当たりね、これも重要ですよね。当たりを選択していかなければいけない、うん、ね、この筋肉には点、いやいやこの筋肉には面がいいよね、いやまたは線がいいよねとかあるじゃないですか。だからそういう風に選択していきましょうということですよね。これはもういつも口酸っぱく言ってますよね、皆さんにはね。このコロコロ逃げる脊柱起立筋、例えば最長筋ですよね。最長筋なんかは線圧でドンって捕まえた方がコロコロ逃げなくて捕まえれますよとかね。肩甲骨の内側はガッチガチに皆さんなるんだけども、ガチガチだからといっていきなり点圧キュンって入れると痛い、チクチクした痛みが出る。それなんでかっていうと、表面の皮膚までパーンって張っちゃってるタイプのお客様かもしれませんよね。そういう人に対して点圧ってもう筋肉に効くっていう前に皮膚がピリピリてってなっちゃうから、それは当たりの選択間違い。まずは表面の皮膚をほぐすっていう意味でもうちょっと広めの面圧でポンって入れるとか、いやいや母子でもまだ広いな、そしたら肘を使うボンっていくとか、そういう風に当たりを選択していく。痛気持ちよく効かすために当たりを選択する、ね、お客様がグーッと痛すぎて力入っちゃうと施術効率って悪くなるから、リラックスして受けることができる効いている感を提供するためにこの当たりを選択するっていうことですよね。OK ですね。はい、よし、順調。じゃあ9番、主義。はい、これもよく言ってます。持続圧なんですか、もみなんですか、または持続圧ともみのちょうど間の小さなもみなんですかとかね、それも選択しなきゃいけないよね。これも別動画でたくさん説明してるんですけども、簡単に説明するとガチガチ筋肉ね、ほんまにカッチンカッチンやったらもう持続圧の方が効率よく効きます。痛気持ちよくほぐすことができます。ちょっとでも緩んできたらやっぱちょっともみ入れに行った方が効率よくほぐれるねっていうことですね。次、10番目、圧の種類ですね。圧の種類、これはね、当たりとかもすごく関係してくるんだけども、あ、違うか、この圧の種類っていうのはどういうことかっていうと、指圧なんですか、手押しのことね、指の力だけで与える圧ですか、いやいやこう手首入れて入れる圧ですか、いやそれじゃ足らんな、
じゃあ肘をぐーっと伸ばしてこの腕の力を使って届ける圧なんですか。いやまだ足りませんよと。そしたらもう体重も使っ体重も乗せてグンといく、ね、その圧の種類をちゃんと選択して、これもお客様がリラックスして受けることができる効いている感を提供するために圧の種類を選択しなければいけない、ね、で背中皆さん凝ってるじゃないですか、ね、グンって押すんだけども手押しで十分な人と、いやいやもう体重乗っけてゴンっていかないと効けへんよという人、全然違うじゃないですか。それはどこで見極めるかっていうと、お客様のそのやっぱちょっと体型であったりとか大きさであったりとか凝り方ね、ね、ガツン凝ってる人とか、まあ簡単に例を例えると細い女性のお客様に対して僕みたいな人がねトントン置いて肘伸ばして体重でドーンっていったら苦しいと思いますね。っていうことなんで、そこはもう手押しですよね。狙った筋肉だけに圧を届けるために届けることができるのは手押し、コツンと効かす。そしたらお客様はうわ効いてんねんけど気持ちいい、気づいたら寝てるとかね、そういうことが起きるわけですよね。はい、圧の種類意識してましたか、ジュン？してます。おー、いいですね。ちょっと笑ってた方がいいじゃん。してますよ。してるね。してます、してます。指押しで、さらにプラス手首、プラス肘伸ばし、腕やな、でもっと体重乗せるとかね、そうやっていくね。次、これやな、圧の種類。あ、圧の種類もう一個必要やな。そう、当たりも付け加えてね、当たり、うん、当たり、そうか、うん、肘を使う場合もそうやな、うん、肘も付け加えて考えないといけないよね。全部母子じゃなくて、ね、体重グーっていくのってやっぱ母子で支えるのってなかなか辛いじゃないですか、ね、最低限はできるけども全体重を母子だけで支えようと思ったらきついんで、やっぱ肘ドンって乗せてグッていった方がいいですよね。で肘もね、安全に効かせるスキルっていうのがあるので、ただただ肘をドンってやるのは非常に危険なので別動画で説明してるんで、ぜひそっちで勉強してください。はい、次が、11番、立ち位置ですね。セラピストの立ち位置重要ですよね。立ち位置が間違うと圧が効率よく届かなかったり垂直圧ができなかったりするんですよ。なのでセラピストの立ち位置ってすごく重要です。基本的には圧方向に対してこういう方向に圧入れるとします。そしたらその反対側に自分の胸が来るようなポジションを来ないとダメですよね。だから圧方向がこうだとしたらこうですよねっていうことで、圧方向が、こうここにこう横に入れるとすれば自分の胸はこうしないといけない。体勢を下げる、体勢を下げてグーッと押す。するときれいにスンと垂直圧入れることができるし、無駄な労力を使わなくていい、ね、この圧方向やのにがっつり立ってこれってなんかやりにくいですよ、ね、こういうのがスーンといきます。あ、効かせてるなーっていう感覚になりやすいですよね。はい、次12番、お客様のポジションでございます。これも超重要で、これどういうことかっていうと、まあ、ベッドの形状にもね、施術ベッドの形状にもよるんですけども、我々のベッドの形状だと、例えばそうやな、腕よく言いますよね。こう腕置きがあるのでこううつ伏せで腕を置いてもらうんだけども、この腕の位置が前すぎると肩の三線すごく狭くなって押しにくくなっちゃう、万歳しちゃうね。だからもうちょっとこの肩のラインに合わせて肘を持ってくる。万歳ダメ、引きすぎもダメ、ね、肩のラインのところに肘を持ってくる。そして、肩をこう狭められると次は肩甲骨が浮いちゃうのでできないですよね、施術が。なのでこう外に広げてもらう。そうすることで肩甲骨の内側っていうのが施術しやすくなるよね。だから腕、お客様のポジション、まず腕、次足もそう、
足大脚の人とか内股の人とか全然違うじゃないですか。そのポジション、正しいポジションにして施術するっていうのもありなんだけども、まあお客様のね、足の開き具合とか閉じ具合っていうのをそのままにして、それを計算しながら圧方向を入れる、ね、例えばその太ももの大腿直筋ってあるじゃないですか、真正面にある大きな筋肉ね。で、足がね、その模型みたいに綺麗にまっすぐの人やったら全然そのまま上から下ドーンで効くんですけど、男の人ってほとんど O脚じゃないですか。ということはこの大腿直筋ってこう外向いてるわけですよ、ね、それを計算しながら圧を入れに行くとかね、そういうふうにお客様のポジションっていうのをすごく考えて やりますよねということですね。はい、あと顎ね、首の整理するときにこう顎を引きすぎてても首がパーンって伸びちゃうからやりづらいよね。で、逆に顎上げすぎたら逆にここ寄っちゃうから首、これもまたできへんと。なのでフェイスパッドに顔当ててもらうときはやっぱ顎もフラットですよね。フラットの状態でペタードつけてもらう、だから首ってやりやすくなるんですよね。で、お客様眠っちゃうともう完全に力抜けるとこう顎がね、力抜けてスーッと入っていっちゃいますけど、もうそれは仕方ないよね。でもそうなったら完全に力抜けてるから施術はしやすいけどね、うん、それはまた別話で全然 OK なんだけどね。眠っちゃって顎が上がっちゃってるっていう場合だったら全然大丈夫っていうことですね。はい、うん、次行ってよろしいですか。はい、さあ終盤ですね、うん、終盤に差し掛かりました。さあもうちょっとです。13番目、左右母子疲労です、まあ、母子に限らずですけども、肘でもそうなんですけど、要は左右、その例えば右ばっかりで施術してると右疲れますよね、指も肘も腕もね。だからそういう時は左手を使えますよね。でもいや、ここを今やってたところを左ではできへんなっていうところもたまにあるじゃないですか。え、あるかな。ないわ、私はないですね。体を動かしたら左でもいけるっちゃいける。肩でもさ、1線2線3線を右でやってました、で同じところを左でやったらいいけど、できるか。できるね、うん、できる。で、もう一個、右疲れたなと思ったら別に同じとこじゃなくても、次左のところを、左手を使うところに行こう、関連筋肉に移ろうという風に展開していくっていうのも一つですよね。僕よくやります。例えばあの肩をね、1線2線3線をさ、右でやるやんか、ずっと。というたらお客様の左肩になりますよね、右手でやるっていうことは。で、右手が疲れてきたら、うわ次左手使いたいなってなったら、同じ左の6線行くんです、横ポジションの。そしたら左手使えるようになったりするんですよね。全く関係ないところ飛ぶのは良くないので、その関連筋肉内で右左右左っていう風にやっていきましょう。バランスよく、要はバランスよく右も左も使えるようにならなきゃいけないです。一刀流でやってるといつか限界きますからね。両手使えるように施術を組み立てていけばいい。最後、展開、施術の流れで終わるんですけども、この施術の流れ、今ちょっと13番でも話したんですけども、一番大切なのは14番で、これも僕スタッフに口酸っぱく言ってるんですけど、そこが出走だからといって、硬いからといってそこばっかりするんじゃないと、よく言いますよね。それって逆効率、効率よくほぐすためには 2,3 往復しっかり効かすことができれば、一旦放置して関連筋肉に移動しなさいと。それの方がほぐれやすいんです。一旦放置して周りの関連筋肉をほぐして主訴に戻ってくると、あれ、さっきより1段階2段階ほぐれてるやんということは多々ありますので、
しっかりやってください。そういう風に意識してください。セラピストってね、やっぱり硬い筋肉から次に行くのってなかなか勇気がいるんですよ、最初は。あれだってここ全然まだほぐれてないもん。いや、そうじゃないんだと。関連筋肉も凝ってくるから、凝ってるからやってあげてください。で、そうすることでここもほぐれるんですよっていうことやね、うん。で、あと同じとこばっかりされるとしんどい。受けてる方ももう間出て、もういいもういいもういい、次行って次行ってってなりますよっていうことですね。まあ、稀にね、もうここだけでいいから、ここだけ押してっていう人は本当に稀に、うちのサロンではね、稀にいらっしゃいますけど、その人はもうそうしてあげましょう、そこだけでいいんですねみたいな。私はそうやな、8割言うことを聞いて2割提案しますけどね、様子見ながら。でもそこだけでいいっておっしゃってるんで、まあ、そこはしっかりまず聞かせてから、あれちょっと横、これすぐ横の筋肉、この筋肉ちょっとグッとしてる、これ痛くないですか、聞いてませんか、ここも凝ってるからちょっとこっちさせてくださいねって言いながら、主訴からちょっとずれたりとかして、でまた戻ってきてあげるっていう、そういうことをしますね。で、あと展開で大事なのは、やっぱこの関連筋肉をしっかり覚えるっていうこともすごく大切やし、右左の腰疲労も大切やし、主訴、ね、お客様がどういう体、どこを主訴としてるのかっていうのも重要になってくるし、まあ、要は全部必要になってくるよね。この展開を作るために、施術の流れを構築するためには、これらの総合的な考えが必要だよねっていうことですね。この展開の動画を、展開だけの動画をね、僕いつか作りたいと思ってるんですけど、なかなか難しくて、動画にするのも説明するのも。一回私が施術してる時に何を考えているのかっていうのを言葉にしながら施術してみようかなと、それを動画にしてみようかなっていうのもちょっと考えたりしてるんですよね、うん。まあ、また何かいい点、いい案があったらね、動画にしたいなと思ってます。はい、この14選今説明しましたけど、他にあるとかない？はい、どうぞ。終わってからの、こういうストレッチを家でした方がいいとか、そういうの考えるか。そう、いいこと言いました。そうだね、施術後の提案を考えてるんやね。それはお客様の体の状況が見えてきたから、あ、この人は股関節がすごく硬い、内ももが硬いから、こういうストレッチを提案してあげようとか考えながら施術してるっていうことだね。すごいですね、今鳥肌が立ちました。いやいや、本当にそうだと思いますね。いや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 、さすがでございます。それ考えてるなって考えるよね、うん、考える確かに。で、そこでパッと僕一個だけまだ思いついたんですけど、もう押しながら、もう次押すとこもひらめいてますよね。あ、次ここ押していこう、一手じゃないな、一手二手三手ぐらいまで僕も次こうやってこうやって、次ここやってこうやってって、もうイメージしながら今やってます。将棋みたいなもんやね。次の展開がまだ設定されてなかったら、ええってなるもんね。よう聞かれるけどな、何したらいいですかね。あれ、ストレッチとか提案のことね。提案のことは全部動画で書く。じゃあお客さんに何したら、普段何したらちょっと楽になりますかねみたいなのはもうよう聞かれる。あ、もうお風呂とかも言うときもあるし、お風呂湯船に使うとか、使ってますかとか、使ってない人多いけど、一人暮らしの人は圧倒的多いから、そうだね、やっぱ結構よくしないといけないから、結構かっためて、俺この前さ、スーパー銭湯行って俺3時間入ってたのよ。分かる、俺もよくある。サウナ入って、水風呂入って、あとぬるいお湯があんねん、36度の、それ外風呂でな、今すごい寒いやんか、でも使ったら暑くもなく寒くもないねん、あれ36度って、でもずーっと入ってれんねん、空見ながら。それを3セットしたんかな、サウナ入って水風呂入ってぬる湯に入って、そしたら3時間ぐらい経ってて、そしたらもう体ふにゃふにゃになってたで、ほんまに腰の違和感もなくなったし、もうなんか全部ふにゃふにゃ。あれなんか免疫力上げるんやったら生姜とか、玉ねぎもそうなんかな、蜂蜜、まあ玉ねぎ小さな皿になるし、そうそう、花粉症にも効くっていうしね、ということで、今日はね、この14選、これで締めましょうか。
はい、皆さんご一緒に。せーの、ガチガチ。